Hey guys, it's Asaru. 今回は学習を効率化する最強文法書5選、これを紹介していきます。まずみんなに最初に言いたいことは、英文法を学ばない人が多すぎです。英文法はいらないとか、英語をとりあえず使おうという言葉に踊らされ、英文法をおろそかにしている人が多すぎます。僕は文法は最初に学習すべきで、英語学習において一番コスパの良い学習分野だと思っています。じゃあなぜ文法を学ぶのか。それは最短で英語を習得するためです。文法は中高で学んできたけど、英語を最短で習得できるどころか話せるようにもなってないじゃないかと思われる人もいるかもしれません。いやでもわかるんですよ、文法を学んでも英語ができない、話せないという気持ち。僕もずっと思ってました。でもまさに英語ができないのはその気持ちなんです。その気持ちこそが英語習得を遅らせる原因なんです。日本で英語を学習してきた人は、学校の英語教育の文法に対して過剰に悪いイメージを持っていて、今まで文法を学んできたけど英語が話せないという事実だけで文法イコール不要と勘違いしています。断言します、文法を学んできたから英語が話せないのではなく、文法を正しく学んでいないから話せないんです。正確に言うと、文法を正しく学んでこなかったから話せないんです。つまり文法自体が悪いのではなく、文法の学び方が間違っていただけなんです。英語を学び、効率よく英語を話せるようになるためにも英文法は必須なんです。あったらいいなとかのレベルではありません。ないとダメなんです。ただ誤解しないでいただきたいのは、文法ばかり勉強していればいいというわけでもないんです。積極的に英語を使うことも大切です。要はバランスなんです。しかしあまりにも文法を学ぼうとしている人が少ない。僕は英語学習の中で文法は一番優先順位が高いと思っています。なぜなら、英文法が分からなければ一生英語が理解できるようにならず、単語もフレーズも何も頭に入ってこないからです。じゃあその文法を学ぶにはどうすればいいのか。本を読んで学ぶしかありません。よく話しながら学んでいくという人がいますが、コスパ悪すぎです。何年もかかってしまいます。本で学べば最短2ヶ月でマスターすることも可能です。なので今日は最短2ヶ月で英文法をマスターする本や、ネイティブの感覚を手に入れられる本など5冊紹介します。僕がこれから紹介する英文法書5選には2つの基準があります。1つ目はいかに文法知識を網羅的に学習できるか。文法知識が抜け落ちていない、余計な情報がない、無駄が一切ない、網羅的に学習できる文法書を選びました。2つ目はいかに英語をネイティブの感覚で捉えているか。英語を日本語訳だけで理解するのには限界があります。なぜなら英語と日本語は人々の言語に対する捉え方もイメージも全く違うからです。なので英語をネイティブの感覚で捉えられる文法書を選びました。今日は初心者から文法をネイティブと同じ感覚で使えるようになる文法書を5冊紹介するだけではなく、その本にあった超効果的な使い方も紹介していきます。実際に何十冊もの英文法書を使ってきた僕が紹介する本なので、あなたが文法書を買う時の参考にしたり、自分の好みに合うものがあればぜひ読んでみてください。ちなみに今日紹介する1冊目から5冊目までの順番は、一番相乗効果を感じられ最も効率的に文法を習得できる順番になっています。特に最後に紹介する本は僕が一番衝撃を受けた本です。もし英文法を一から学びたい、ネイティブの感覚を手に入れて文法を理解したい、そのように考えているのであれば、ぜひ最後まで見ていってください。早速文法書5選の発表をしていきましょう。1冊目は聞く英文法です。前回の動画を見た人は知っているかもしれませんが、人によってはこの1冊だけで十分かもしれません。その理由として、1つ目は英語に存在する9割以上の文法が網羅されている、2つ目は実際の会話で使うための文法が学べるということで、無駄が一切ありません。あらゆる文法書がありますが、本が分厚すぎて細かすぎる文法知識があったり、逆に見た目は学びやすそうなんだけど、実際に
全部終えてみるとまだ文法知識に漏れがあったという経験はありませんか？このように一冊で文法知識がコンパクトにまとまっている本ってなかなかないんですね。しかしこの聞く英文法は中学から高校までの文法事項をコンパクトにまとめられていて、文法を一から学ぶのに最適です。もしあなたがどの文法書を買ったら良いのかわからない、分厚い本は嫌だ、文法を一から学びたいと思っているのなら、この本は買って損はない一冊となっています。おすすめの使い方はこの動画で詳しく説明しているんですけど、簡単に言うと文法理解から文法を使うというステップを何周もする過程で行うことです。例えば助動詞という文法事項を理解したら、すぐに英作文をして助動詞を使うようにしてください。そうすることで文法が会話でも使えるようになってきます。さらにこの本自体すごくコンパクトなので10日で一周できてしまい、これを2ヶ月続けるだけでも文法をマスターすることができます。この2ヶ月で文法をマスターする方法について詳しく知りたい人はこの動画を見てみてください。2冊目は英文法の核です。この本の良いところは英文法の核を捉えて解説してくれている、文法事項を絵なのでイメージ化しているという2点です。例えば助動詞の本質とは何かや使われる助動詞によってのニュアンスの違いなどをイメージなどで解説していて、文字の説明で分からなくてもイメージで理解できるというめちゃくちゃ分かりやすい本になっています。そして僕がこの本の一番の価値だと思うことは文字とイメージのバランスが絶妙なところです。他の本はどうしても文字だけの説明になってしまったり、逆にイメージだけの説明になってしまったり、どっちかに偏る傾向があるんですね。ですがこの本は文字とイメージのバランスが良く、文法を一から学び、さらに知識をすっと頭に入れたい人にはおすすめです。もちろん最初からこの本に取り組んでもいいんですけど、僕が思うこの本を効果的に使う方法はある程度聞く英文法なので全体像を理解した上で読むと、より深く英文法を学ぶことができると思います。というのも表現のニュアンスの違いなども細かく説明されていて、そもそも文法を何も知らない人がいると逆に混乱してしまうかもしれません。なので文法の全体像が分かっていると文法を整理でき、よりあなたの文法力に磨きがかかると思います。僕自身は聞く英文法を読んだ後にこの本を読んだんですけど、より洗練された文法力を手に入れることができました。より文法を詳しく知りたい人はぜひ読んでみてください。3冊目は世界一わかりやすい英文法の授業です。正直僕はこの本を読んで英語の世界が変わりました。10回くらいは読んだと思います。この本の良いところは僕たちが複雑そうだと思っていた文法は実はシンプルであることに気づかせてくれます。なので例文がたくさんあるという従来の形式ではなく、説明や英語も全てシンプルに説明されていて、こんなにも読みやすい英文法書は見たことありません。シンプルすぎて説明が不足してるんじゃないの？って思われるかもしれません。しかしそもそもその考え方自体が違うんです。英語というものは本来シンプルで、本質さえ掴んでしまえば複雑ではないんです。文法を理解するには長い説明を読んで理解しなきゃいけないという常識にとらわれていませんか？実は複雑に見えるのはいろいろ分類したり説明が分かりにくくてそうなっただけで、もともと英語はシンプルなんです。そんなことに気づかせてくれる目から鱗の本であることは間違いないです。さらに英文法のなぜにこだわった本で、例えばなんですが、皆さんは不定詞を取る動詞や動名詞を取る動詞がなぜあるのか知っていますか？また If you're not busy, I'll call you のIf you're not busy の if の中は未来のことを話しているのになぜ現在形が使われているか知っていますか？こういった英語のこういうものと濁されてきた文法事項のなぜに答えてくれています。この本を効果的に使う方法はある程度英文法などの全体像が分かっているといいです。理由は前提として僕たちが英文法に対する常識を壊す形でこの本が書かれているからです。なので英文法の常識をなんとなくでいいので理解しておくと、より納得感があり深く理解することができます。英文法の本質を知りたい人はぜひ読んでみてください。4冊目は
1億人の英文法です。これは言うまでもないですよね。知っている人は多いと思うんですけど、この本は英文法をネイティブの視点からイメージで捉えて説明しています。英文法のイメージ、動詞や前置詞のイメージなどを絵などを使ってめちゃくちゃわかりやすく伝えてくれています。600ページ以上あり、この本より細かくイメージで伝えている本は他にはないと思うぐらい、英文法書の決定版と言っても過言ではないと思います。この本の内容はネイティブスピーカーの方も携わっているので、日本語訳もそうですが、イメージに重きが置かれています。なのでとりあえず分かりやすいです。唯一挙げるこの本の弱点を言うと、詳しく分かりやすく説明するとどうしてもこうなってしまうのでしょうがないんですけど、600ページ以上もあるので、何周もして短期間でこの本に書いてあることを定着させるのは難しいと思います。なので英文法の全体像が分かっていて、よりネイティブレベルの文法力をつけたい人、そういった人におすすめの本です。効果的な使い方は、文法事項を理解したら必ず英作文をするようにしてください。そうすることでこの本のイメージをあなたのものにすることができます。ぜひ読んでみてください。5冊目はとうとう僕が衝撃を受けた本です。それは English Grammar in Use です。これはかなり有名な本で、知っている人も多いんじゃないかと思います。もちろんネイティブスピーカーが書いていて、質はもちろん文法事項がどのように使われているかや意味の違いなどを分かりやすくシンプルに伝えてくれています。僕はこの本の説明を見た時に、今まで何冊もの本を読んでも拭えなかった疑問が全て吹き飛んだのを覚えています。ネイティブはこんな風に理解しているのかみたいに度肝を抜かれました。本の特徴としては、一つの文法事項を左のページで説明、右のページで問題を解くみたいな形で構成されています。なので効果的な使い方として、左のページで理解したものを右のページで問題を解いて確認してもいいんですけど、僕はあえて右のページは取り組まず、左で理解した文法事項を自分で英作文をしていました。理由は、問題を解けるイコールそれを使えるということではないので、最初の英作文の補助としてそれを使えるのもいいんですけど、その後には必ず習った文法を使って英作文をし、声に出してみてください。そうすることで英文法を実際に使うことができるようになります。ということで5冊発表してきました。文法を学習しても英語が話せるようにならない、そう思うのもわかります。僕自身も思ってました。でも英語ができる、英語が話せるようになった人は誰一人例外なくしっかりと文法を学んでいます。僕もそのうちの一人です。僕が英語ができるようになったのは、その文法を学習しても英語が話せるようにならないという常識人間をやめたからです。逆に英語ができない、話せるようにならないのは、文法をしっかり学んでいないからです。文法は英語のルールであり最強の武器です。英語学習で大いに役に立つことを保証します。これは英語学習をした人にしか分かりません。騙されたと思って文法を学習してみてください。みんなが勉強したがらない、だから勉強するんです。みんながやらない、だからやるんです。それこそがあなたが英語を習得する唯一の方法です。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。お知らせの後に知識に定着するように復習をします。ぜひ最後まで見ていってください。こちらの公式 LINE では、僕が英検3級 TOEIC 280っていうの、全くの英語初心者から2ヶ月で英検1級、3ヶ月で英会話を習得、6ヶ月で TOEIC 900点を達成した、僕の全てを詰め込んだ成果にフォーカスした英語コーチングを無料で配信しています。学習効率が悪い、時間がない、継続できないと悩んでいて、超短期間で超効率的にあなたの求める英語力を手に入れて、なりたい自分を実現したいのであれば、ぜひですね、この動画下の概要欄から登録しておいてください。そして他にもこのチャンネルでは、超短期間超効率的で英語を習得する貴重な英語学習法をできるだけ分かりやすく配信しています。だからそういった動画をこれからも見逃したくない人は、ぜひ今のうちにチャンネル登録と、その隣のベルマークのクリックもお願いします。では最後に復習をして、明日から使えるようになりましょう。今回は学習を効率化する最強文法書5選を紹介しました。1冊目は聞く英文法です。困ったらまずはこれを読んでみてください。英語の文法の9割は理解できるようになります。2冊目は英文法の核です。文法とイメージ、バランスよく学びたい人はぜひ読んでみてください。3冊目は世界一わかりやすい英文法の授業です。目から鱗が落ちる準備をしてください。4冊目は1億人の英文法です。
です。英文法のすべてをネイティブ視点で学べます。5冊目は English Grammar in Use です。ネイティブの視点で文法をシンプルに理解できます。問題を解くのではなく英作文をし声に出しましょう。ということで今回も最後まで見てくれて本当にありがとうございました。もしこの動画が少しでも役に立ったらコメントと高評価お願いします。もっとおすすめの文法書があるって人はコメント欄でみんなに共有していただけると嬉しいです。次回も貴重な英語学習法を紹介してきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。